有名人ゆかりのお店探訪、和歌山県住みます芸人のワンダーランドです。はい、さあということで有名人ゆかりのお店和歌山にももちろんございます。はい、あ、僕らが行ってる店を紹介するということですか？違います、有名人です。あ、恥ずかしい、僕らごときではございません、うん、もう超超超ビッグな有名人が大好きなお店があるということで、僕も知ってるんでそこへ行きたいと思います。あ、そこを紹介するわけですね。はい、あなた知らないですか？誰か分かってます？有名人、有名人、和歌山市で有名人って言ったらもうノリゼットさんでしょ。有名人な方なのかな、ちょっと僕存じ上げないんです。あの鈴木釣りのプロやん。知らんて。シーバスフィッシング和歌山市で言ったらもうノリゼットさん。この木の川もうしょっちゅう来てますよ。いや、そういうことじゃない。だから木の川でしょ、今日バック。違うのよ。え、あのもう一般の方、釣りしない方でも分かるビッグな有名人。釣りのことしか頭にない誠フィッシング、有名人とは誰なのか、早速行ってきます。さあ、和歌山市出島に来ております。こちら国道24号線沿いに、はい、そのお店があるということで。なるほど。さあ、到着いたしました。わ、なんか見えてるよあれ。はい、あちらのかわいい大きな鳥が目印の、すごい、こちら玉林園のグリーンコーナーです。カラフルやね、めっちゃ目立つやんこの建物。こんな目立つとこにいいんですか、有名人が来ても。ある有名人はこちらのお店のあるメニューが大好きということで。めっちゃ目立つよ、絶対来てるやんってなりますよ、有名人がここに来たら。わからない、お忍びで来てたんかもしれませんし。じゃあもう早速中で答え聞きたいと思います。はい、行きましょう。ノリゼットさんは来てると思う。いや、わからんて。創業1854年江戸時代から続くお茶の老舗、株式会社玉林園。1960年飲食店グリーンコーナーを初出店し、和歌山市のソウルフードの地位を築いています。さあさあさあ、やってまいりました。どうぞ。いや、すごいメニューの数やなこれ。ちょっともうこれでどれかわからないでしょう。パニックやこれ。いや、もうどれやし誰しかもまだ誰かも分からへんから。ちょっと早速じゃあもう正解聞きましょうか。スタッフの畑中さんです。こんにちは。はい、お願いします。さあ、それではですよ、正解をまず発表してもらいましょう。はい、畑中さん、はい、玉林園を愛している有名人といえば誰でしょうか？ラルクアンシェルのハイドさんです。出ました、ラルクアンシェルのハイドさんです。マジで？マジです。あのタバコくわえてない方の。なんでケンさんの方。じゃあハイドさんここに来てたかもしれないってこと？あ、実際にね、もしかしたら実は和歌山市出身なんですよ、はあ、ハイドさんが。だから実際来てたかもしれない。マオト君、実際じゃあもう当ててくださいよ。このグリーンコーナー、玉林園のグリーンコーナーのどのメニューがハイドさんが愛しているメニューか。やっぱりミュージシャンやし、喉、うん、大事やから。はいはいはい、オレンジジュース。あれでやねん。いっぱいあるか分かれへん。 いっぱいあんねんけど、でもラーメンちゃう、やっぱり。あ、ラーメンね、人気の。やっぱもうめっちゃ安いやん、ほら、天かけラーメン。天かけラーメンね。これはもうだって和歌山市でももういろんなスーパーでも置いてるぐらい有名なラーメンやから、ソウルフードやから。和歌山市の天かけラーメンですか、畑中さん？グリーンソフトです。はい、正解はあちらのグリーンソフトです。残念、正解はグリーンソフト。なんとこちら世界初の抹茶入りソフトクリーム、国産茶葉 100% 石臼で丁寧に挽いた抹茶の色、風味を残すお茶の老舗ならではの一品です。さあ、ここで食べれるということですね、畑山さん。はい、どうぞ。その前に上にあるのは何ですかこれ？
こちらはナルクアシェルのハイドさんがこちらに向けてあったサインでございます。サインあるやん。これはもう間違いないな。間違いないですね。ちょっと疑ってましたけども。疑ってた。いや、ね、本当に間違いない。間違いなく、はい、直筆のサインでございます。直筆サインと、でこれ横にあるのは何ですか。こちらはグフちゃんのグリーンコーナー、玉林園とハイドさんのコラボのグッズですね。はい、服になってます。コラボグッズ、コラボまで申してるんですか。そうでございます。実はあの和歌山市のふるさと観光大使というのにハイドさんが就任された際にこちらでグリーンソフト1年分を贈呈させていただいたんですよ。あ、そうなんや。そうですよ、あの市長からね。そうでございます。和歌山市長から大きなグリーンソフトをハイドさんに手渡すという。へえ。式典も行われたんですよ、ライブ会場で。1年分、はい。うわ、やっぱそんだけずっと愛して食べ続けてたってことですね。はい、ありがたいことに。はい、じゃあ早速いただきます。どうぞお願いします。うん、今日も最高に美味しいです。もうずっと食べてきてるから。これマッチリソフトクリームなんですけど、しつこくないんですよ。さっぱりしてる。これまたね、これね、ちょっとね、こうただのソフトクリームじゃなくてね、ちょっとこうなんかシャーベットっぽい感じもあるし、それがいいんですよ、これ。間違ったから食べられへん思ってたけど、畑中さん優しいから作ってくれました。ありがとうございます。いただきます。爽やかな甘みで美味しいね。美味しいね、グリーンソフト、本当に。絶妙なこの抹茶の味とソフトクリームのこの甘みのバランスがもう最高よね。もうね。あ、これ食べたからやっぱハニーっていう歌できたんかもしれんな。いや、どうやろう。なんかその甘み、蜂蜜のハニー、彼女っていうハニー、うん、で、多分こっからヒント来てるわ。グリーンソフトのほのかな甘みから、うん、はい、ハニーまで来てる。あれ、蜂蜜っぽいなハニー、あ、この曲ええなみたいな。蜂蜜は入ってません。入ってないですよ、入ってないけど、まあその爽やかな、うん、甘みがこう連想されてハニーっていう歌ができたなと思います。ちゃんとつけといてくださいね、蜂蜜は入ってません。ハイドさんが愛した玉林園のグリーンソフト、ぜひグリーンコーナーに食べに来てください。お待ちしてます。ケンさんも来てね。来てるんちゃうかな。